はい、どうも、おはようございます。今日は2018年の12月の10日、朝の8時7分です。通常枠です。よろしくお願いします。おはよう、みーすけ。もうやばいね。2時間やってお茶引くなんてザラになってきたかんな。さすがにオワコンだよね。おはよう。今日も仕事？これから。お仕事かい？安品川通さんいらっしゃい。イカ娘風船ありがとう。おはよう。いつもありがとう。マジでね、オワコンに着々と向かってるよね。うわ、やべえな。6時間やって2000円か。囲われてえな、俺も。仕事だ。いいね。頑張り屋さん。いいよ。いいよ。みーすけいいよ。おい、ニンニン、お疲れ、ワトツー。定期地獄。今用意してる。了解。バカありがとう。ご飯お腹すいたね。でも本当に糖尿病の疑いあるからな。ちょっとね、体調悪いのは本当なんだよ。で、糖尿病のなんか思い当たるところ全部当てはまるから、多分ね、ほんと軽い糖尿病になってるんだと思うんだよね。いや、糖尿病っぽいんだよね。40時間寝ちゃってて、で、まず味覚が狂ってるでしょ？トイレに行く頻度が10回以上あるでしょ？水を1日8リッターぐらい飲むでしょ？で、決定打は、まあ、顔色が悪いとかもそうだけど、のんちゃんが浮気だって叫んだんだよ。で、なんで？って聞いたら、ちんちんが甘いって言った。糖尿なんだよね、ただ単にね。ありがとう、カオス。バーガーありがとう。いや、いいよ。もう糖尿で死ぬよ、俺。おしっこ泡立つでしょ。多分糖尿なんだよね、俺。あと運動不足。あとね、リスナーさんに言われたのが、足がつるっていうやつ。足がつるの最近つってて、本当に。
で、多分糖尿なんだよね、やっぱり。もうほぼ確定だと思うよ。おはよう、マリルボーン。おはよう。もうしょうがないよね。違うかな。え、でも糖尿の全部当てはまってんだよ。え、俺多分リアルに糖尿だと思うよ。え、糖尿？朝の10分ヨガとかあって、あれかなりいい。ああ、まあ運動は絶対した方がいいよね。俺もなんか生活に運動を取り入れないとまずいなと思ってるもん、本当に。病院は行かないかな。病院は行かない。死ぬ時は死ぬよ。検査キットは 100%。 いやいや、俺が嫌なのが、俺繊細メンタルじゃん。繊細メンタル？メンタル繊細じゃん。ひどい間違い方したな今。なんて言った今。え？メンタル繊細じゃん。繊細メン。まあいいや。いや、とにかくね、本当に体調悪いんだよ。だから絶対出るの。なかなかの数値が。そうなるとメンタルやられるから。だからあんまりその嫌なんだよね。ちょっとね、多分糖尿だね。検査キットはやりたくねえな。やったら多分すげえ落ち込むと思うよ。でもまあこんだけ運動してなくて、こんだけ甘いもん食って飲み食いしてて、糖尿にならないはずがないからね。いよいよ来たかって感じだよ。来たかルフィって感じだよ。大変だよ。検査キット、あのリトマス紙みたいなやつでしょ。おしっこ引っ掛けて色変わってどれくらい生きてるかっていう。いや、そんなことしなくておしっこ飲みゃいいんだよ。テイスティングすりゃいいんだよ。甘かったらアウト。ペロって、ペロって飲めばいい。まあでもネルさんね、妊娠しちゃって、あ、でも偉いよね。そのリスナーさんにちゃんと結婚するっていうのを公表したり。ユカチとかね、ネルさんにとってはマイナスにしかならないからね。俺やっぱそういうとこ偉いなって思うよね。配信者なんだなっていう。まあ事件の予感しかしないけど、後々のフラグが立ってるだけだと思ってるんだけど。ね、ネルさんが働かないでうまくいかなくて別れるっていう。俺見てない。まあ多分閲覧3000とかいったんだろうね。相当いったでしょ。それをニコ生でやらないでふわっちでやったっていうところが、俺はゲスくていいなと思ってんだよね。今までのユカチとネルさんだったら絶対ニコ生で公表してたはずなんだけど、やっぱりご祝儀もらおうっていうところが、なんか、あ、いいな、配信者だなっていう。そこはいいよね。
まあまあでもいいことでしょう。子供が生まれるっていうことは。悪いことじゃないよ。いや、まあ年齢的にそれはないでしょう。年齢的にちゃんと計画的に作ってるでしょう。リリペット久しぶり。おはよう。子供じゃないんだから。何食おうかな。いや、フォロー外されてたのにびっくりしたけどね、今ね。覚えてくださって光栄ですっていうね。なんで傷ついたんだろう、朝から俺。パッて見て、リリベットのフォロワー見たら、あれ、フォローしてねえのかと思って。まあいい、去るもの追わない主義だから。朝飯おごる？え、いつ来んの？え、待ってる？あ、分かった。じゃあ、え、俺弟子におごられんの？クソかっこ悪いんだけど。じゃあ朝飯行くか。弟子からこじる。9時過ぎ？ 9 時何分ぐらいだろう。まあいいや、待ってるわ。じゃあ待ってるよ。マジで死の五の言ってらんなくなってきたもんな。海保遠いよ、家。めちゃくちゃ遠い。ああ、そういうコメント大事。そういうコメントもっと書いてこう。そういうの大事だよ、海保。いいよ。フォローしてよ。そうだね、うまいものご馳走してもらってるね、解放。いつも会うたびにね。いいよ、解放、いいよ。調子いいな、今日は。いい、絶好調じゃないか、解放。いいよ。そういうの増やしとこう。なあ、解放な。いいぞ、調子いいな、今日、お前。そういうコメントを待ってたんだよ、俺は。いいぞ、どんどん書け。嘘でもいいんだよ、そういうのは。嘘で全然構わないよ。どんどん書け、どんどん書け。いいぞ。見直した。素晴らしい。弟子として誇り高いよ。そう。いつも楽しい放送ありがとう。いえいえ。そう、そういうところいいよ。統合フェイスで飲み物出してくれた。いいよ。なあ、お前いい弟子だな。どんどんアピってこう。師匠ポイントがどんどん上がってるよ、今。師匠ポイントが可愛がろ。いいよ、悪くないよ。そう、好感度上げてこう。好感度、好感度だから、俺に今足りないのは。好感度さえ上がったらなんとかなる。好感度上げてこうぜ。いいね。
やめてください、みすけさん、やめてください。ダメでしょ。知らぬが仏って言葉知らないの？触らぬ神にたたりなしとかさ、うん、そうだよ、解放いいよ。ルイスいらっしゃい、アイテムありがとう。アンチコメントだよ、みーすけ。それは聞かなくていいことは聞かない、余計なこと聞いたらダメだ。気持ちの問題だからね、気持ち。一番大事なのは俺は気持ちだと思ってるから。気持ちで動こう。ありがとう、ニンニ。シャムシェイドさんいらっしゃい、ワドツ。うまいカレー屋さんとかいろいろ。いろいろ。そうだね、いろいろだね、うん。一つ半端なので、ありがとう、数合わせ。うん、いやマジで、でも糖尿病対策考えないとな。運動もちゃんとやって、ちゃんとした食事取らないとな。現代病だからね、糖尿病とかね。おい、シトルリン、おはよう。シトルリン、本当睡眠あれだよね、大丈夫なの？寝てるの？ショートスリーパーかな。心配だよ、おじさんは。裏若き乙女が睡眠を取れない現代社会。糖尿病怖くはないけど。一日一歩さん KP ありがとう。別に怖くはないかな。ニンニの定期いいよね、俺好きだよ。はい、ワドツー、コッチさんいらっしゃい、ありがとう。多分ね、あの何がいいかっていうと、あのニンニが定期をよく理解してないでずっとやってくれてるっていうのが俺はじわりポイントなんだよね。ニンニがね、定期の概要をよく把握してないっていうところがすごい好き。コッチさん、メガホンありがとう。いやーどうだろうね、写真最近撮ってないからね。もうね、和道リスナーだなっていう。いや、和道リスナーだなっていう。ここはやっぱね、ニンニに頑張ってもらいたい。延長します。やっぱこうじゃなくて、うちのリスナーは、ワドリスはガチだぞっていう、にわかじゃないぞっていうね。ワドのところは、あ、攻めてるぞっていうね。ありがとう、アイテムありがとう。
優しいんだよな、うちのリスナーさんはな、みんな心が綺麗なんだよ、優しいんだよ。そうそう。だからね、新しい用語を考えたんだよ。うちのリスナーさんの新しい名前考えたんで発表していい？いい。新しい名称。新しい名称はね、これですね。ギリケン女子ですね。いいだろう。今度からね、和道ギャルズって言い方変えて、ギリケン女子っていう、あだ名を定着させていきたいと俺は思ってんだけど。またこういうこと言うから怒られるんだよな。こういうこと言うからまた怒られるんだよ。ギリケン女子ってよくない？すごいいいネーミングだと思うんだけど。ね、ギリギリ健常者の女の子だよ。わかる？ ギリギリ健常者の女の子と書いてギリ健常者ですよ。俺を支えてくれてる女の子たちの総称。ギリ健だよ、ギリ健。ギリ健女子。本当はアウトなんだけどね。本当はアウト。ギリ健常し。やめよやめよ。またこういうの、またアンチが、またアンチに餌与えちゃったから。差別だろうとか、なんかまた書くんだよ。優しさが2つ見えた。ほう、その心は。ギリケン、ギリギリアウトなんだ。本当はギリギリアウトなんだけどね、全員ね。ギリギリアウトだったんだ、勝利。大丈夫。ギリケンだって言い張ろう。ギリケン女子だって。いや、ライトはね、後で使う。まずセッティングしない。後で。コンセントの配線周りとかあるから。女子と言ったことね。そうだね。本当はアウトなんだよね。本当は、バリショーババアなんだよ。本当はね。本当は、バリショー BBA。本当はこっちなんだよ。バリショーババアの。NG ワード？バリショーババア NG ワード？ BBA？ ババア？バリショーババアだよ、本当は。 でもギリケン女子だって言い張る。 BBA って NG ワードなんだ。厳しい。西新宿あたりでパソコンを持って喋りながら散歩されてるの見たことある？ああ、そうなんですか。ヨッシーさんいらっしゃい。どうも、こんにちは。成功者ですね。西新宿歩けないですよ、庶民は。成功されてるんですね、多分ね。タワーマンションでしょう、多分。タワーマンションに住まれてらっしゃる。昨日お笑いライブでダンカンさん来てた。ええー、あ、っていうか、まあ、ダンカンさんね、後輩のライブよく出るよね。
この前もフランスザ・ダンカンさん行くかもって言ってたらしいよ。ダンカンさん面倒見本当にいいよな。ダンカンさんいい人だよ。ああ、挿絵終わったんだ。一番楽しい時じゃん。挿絵が終わったら今度はトヤが来て噛みつくようになるから大変だよ、こっから。すごい強く噛みつくから。っていうか今のうちにもう手のひらで遊んでおくことをおすすめする。もう手のひらベッタベタに懐かせるっていう、もう今で一回関係が崩れるから今どれだけ懐かせるかが勝負だね。今だね。今しかない。仲良くなるには。髪の毛どうよ。新しい髪型、みんな。黒髪、短髪。変。すだれって言わないでよ。蜂蜜って大丈夫なの？赤が良かったんだ、ストーリー。マジか？マジかよ。マジかよ。赤の方が良かったの？マジか。あ、そういう感じか、今日の。あ、みやりさん、おはようございます。どうも。赤派？マジかよ。髪型かっこいい、ありがとう。ここが浮いてるな、今日。黒もいい、いいよ。そういうコメントいいよ。気遣いと優しさにあふれてるコメントだよ。いいよ。赤髪のイメージか。なんだよ、黒くしろとか赤くしろとか。あ、甘党総裁だ。ごめんね、甘党総裁。悪意はない。甘党総裁ごめんね。許して。いろいろありがとう来てくれてすごく嬉しい。単発、黒髪単髪、来てくれて嬉しいな。いやいや、ちょっと配慮が足りなかったから。まあ、いろいろあるよ、人生。ありがとう来てくれてすげえ嬉しいよ。みやびさん捨て頃出るの決まったんすか？みやびさん捨て頃出るの決まったの？どうなんだろう。カロリーオーバーにならない程度。あ、まあ、蜂蜜入りの泡玉とか食べさせるから大丈夫なのか。てか、もうみやびさんいないかな。伏せ頃出るんだよね。僕、決まったんすよ。で、なんか、噂によるとですよ。みやびさんはまだ決まってないんだ。俺もほぼ確定なんすよ。で、対戦相手はまだ決まってないんですけど、みやびさんになるんじゃないかっていう予想をしてるんですよ。で、もしみやびさんと僕が戦うようになったらどうなのかなっていうご意見とか聞きたいなとか思ったんですよ。どういう台本を書くのかっていうミーティングですね。どの路線で行きます？
私やることになったら。台本書きましょう。台本。やっぱ台本大事なんで。ダブルノックアウト。宮城さん強いよ。宮城さん強い強い。まだ宮城さん決まってないんだ。じゃあ宮城さんじゃない可能性もあるんだな。宮城さん強いよ。だってカズ軍曹とドレさんとあんだけ攻めたかんね。で、手合わせしてるけどカウンター取られてるもん俺。見る？宮城対バ、宮城さん VS 和道見る？ちょっと見てみようか。鶴の神？ああ、あるね。でも俺、多分ベンジャーさん最弱決定戦の流れで持っていくと思うんだよね。ああ、そっちいいっすね。ああ、もうガチでやりたいって感じなんだ。そっちいいっすね。なにこれ？あ、びっくりした。バグか。どうなるかだよね。ガチの殴り合いで男、あれか、なんだっけ、ドンフライ VS みたいなやつだ。ノーガードで、レイセフォー VS みたいな。あー、なるほど、なるほど。これが雅さんと初めてやった時なんだけど、多分身長僕の方が高いですよね。初めてなんだよな、だから身長が。テクニカルだよ、すごく。もしやることになったらだよ。で、腕の太さがね、やっぱね、テクニック&パワーなんだよね。で、インファイターなんだよ。で、テクニカル系なんだよね。で、もうだからバチバチの近距離になると思うな。やるなると、もうノーガードでな、ぶん殴り合うのが一番面白いだろうな、これ。もし雅さんって、うわ。会場枠だろうな。これもカウンターやっぱ取られたもんな、うまく。で、俺、雅さんの好きな技、右のオーバー、これ、右のオーバーハンドブローがうまいんだよね。俺、ドレさんとかカズ軍曹にも仕掛けたけど、ドラゴンフィッシュブローだよね。初めの一歩の。右からバンって覆いかぶさるようにやる技。得意技。ドレさんね、出ればいいのにね。見たいけどね、俺。普通に。距離若干リードは俺の方があるから。どうなるんだろう。雅さんがガッチガチのインファイターだからな。距離感が。この後に俺カウンター取られるんだよな、確か。やっぱ距離少し取った方がいいね、雅さんとやるんだったら。やっぱインファイターだな。うまいよ。ここだ、これだ。でもファイトスタイル的には噛み合いそうだよね、なんか。ファイトスタイル的には俺噛み合うんじゃないかなと思うよ。もし雅さんと当たったら。ダブルノックアウトで2人とも負けたら面白いね。練習再開しないとな。便所さんいつ発表するんだろう。いや、俺オーソドックスじゃないよ。オーソドックスっていうのはこういう構えだから。オーソはこれピーカブー。多分ね、
みやびさんは王祖で、王祖よりも、王祖っていうのは左手前出すの。うん、そう。こう、ジャブがつきやすくなるように。若干、その斜めにして、被弾する距離、ボディとか打ちにくくなるじゃん。まっすぐ構えると面積がでかくなるから、横に構えて、右手で、しっかりガードする。で、肩でブロックしながら、こう、ついていく。これがオーソドックス。で、俺のはピーカブースタイルって言って、ガードを上げ目で、こう、頭を振って避けていきながら、もらっても、こう、すり抜けていくっていうように。マイク・タイソンみたいな。うん。こういうスタイルだね。うん。俺はオーソじゃない。そう。そうそうそう。初めの一歩のスタイル。これはピーカブーだね。でもオーソドックスに戻しても面白いかなとか思ってんだよね、うん、あえて。なんでかっていうと、もしみやびさんでやるんなら距離が遠いから、あの距離俺の方が有利だから、スパンスパン打っていった方が多分有利だと思う。確定してんの誰だ、ヒカルくん練習始めてるから契約したんじゃないの、ヒカルくんと俺じゃないの多分。まだサインしてないから確定ではないんだけど、まあまあ弁護さんから誘われて俺が出るって言ってるから、まあほぼ確定でしょ、内定って感じ。片手は受話器を持つように、もう片手は選挙演説のマイクの高さ。あー、ガードするときはあのこういう風にやれって教わってるかな。こう入り込むときとかこうやって入れって言われてる、うんうん、こうここもう後頭部までしっかり押さえたら殴る隙がないっていう。インファイターはこう入ってけって言われてるね、うん。だからフック打つときはもうこっちがもう上げてこう打てっていう。そしたら打てないじゃん。だから打たせないように打つが基本だよね、やっぱ。でもう確実にもうこっから離すなっていう、うん、こっから絶対離すなっていう、脇締めろとか、うん、でリズムステップステップ、頭振って頭振って、うん、止まらない、つく止まらない、打っても止まらないとか。練習配信やる場所がないかな。あれ結構金かかんだよ、ジムレンタルしないといけないから。また横浜でね、借りて練習してもいいかな。もう全然体が覚えてないから、ちょっと頑張らないと今回やばいよね。あー、シャドウね。ステゴロワンツーの時も便所さんの発表までわからないと言って出場したので察してください。あ、察します、わかりました。うん、サプライズ大好きなのね。これもう何でもペラっちゃうからな。ちょっとシャドーボクシングやってみる、今どれくらいか、今どんな感じかやってみる。俺もう全然多分忘れてるよ。やってみようか、今どんな感じか。うん、多分動けないと思う。できるかな、体が覚えてるかな。
あ、もう全然わかんねえ。あ、ダメだ、回んないもん。あ、もう全然ダメ。ひどいね、ひどいわ。ダメだわ、ダメだ、息上がる、これはひどい、全然打てないよ。ダメだ、いや体が回らないし息が上がる、ダメ、体も息が、これ1ラウンド戦えない、1分持たない、これはひどいわ。回転がね3倍くらい遅い。年齢的にもう無理だし、そんな甘くないですよ。これはひどい、半年やらないだけでこんなになるんだ、これはひどい、体重いね。これはひどい、これはまずいぞ、まず戦える状況じゃない。大丈夫かな、走らねえとな、うん。いや強えかな普通に。まあね、もしやることになったら2人とも欲しい勝利だからな、どっちかが3連敗でどっちかが勝利の味を。トイレ行きます。まあ俺ボコすといいのが、俺のアンチが大喜びするから、ね、俺をボコすとね、あのご祝儀来るからね。俺をぶん殴りたいやつは腐るほどいるんだ。会場を見に来てよ、みんな。もうラストだからね。もう見たかったはやめてよ。みんな来てよ。今回ステゴルラストです。もうプロモーター便所さんがもう今回最後にするってもう公表してるんですよ。だから生で見れるのはこれで最後。もう後にも先にもない。
いろいろ大変みたいですね。要は配信者に貸したくないんだって。まあそれはそうだと思うよ。貸したくないんだ。迷惑行為ばっかりするわけじゃん。まあ極めつけは金梅さんがリングにおしっこぶちまこうとしたのだと思うけど、いやーさすがにリングを経営してる方は怒るでしょ。おしっこをばらまこうとしたんだよ、神聖なリングに。それさ、もうそれはガチでやってる人からすると大ブーイングでしょ。ふざけんなって話でしょ。いやそれがまともな感覚だと思うよ。俺らが狂ってるだけで。ドキドキする。ああ、でも帰りが一番大変だったもんね。マジででっかい赤ちゃんでしょあれ。てか銀梅さん全然復活しないよね。金梅さんもう配信やってなくて1ヶ月以上経ってるよな。大丈夫か？引退はしないと思うけど。ああまあ逮捕者も多いしね。うん、まさかね、クモン流がね、あんな感じで劇的な逮捕されると誰も思わなかったでしょ。びっくりしたもんね。コカイン、生活保護、強盗致傷。うん、おはよう、笑い男。おはよう。あれはビビったよな。コカイン。コカインも、出てきたでしょ。でも、コカインやってるだろうっつって、あ、やっとるでって言っちゃってるからね。あ、キャスでやってるんだ。あ、知らなかった。キャスでやってんだね。そうなんだ。え、雨降ってきた？うん。エクソって配信者が逮捕された。知らない。エクソっていう配信者が知らないな。誰エクソって。仮想配信者？知らない。まあまあ5年は出てこないだろうね、多分ね。強盗致傷が重たいからね。5年でコカインの累計でどれくらいなんだろうね。すごい配信歴長いだけの人。あのね、だからね、配信歴っていうかね、配信者って呼べる人がどれくらいいるかだよ。俺ね、なんだろう、配信をつけてるイコール配信者ではないと思ってるから、うん、配信者って呼べる人はどうなんだろう。みんなに認知されてる人だよね、やっぱ。延長します。アイテムお願いします。親に DV した件で放送中に逮捕された。ああ今日ボーナス日いいね、ワクワク止まんないね。いいね、ボーナスいくら入ってるかね。ああ花火ありがとう。俺にもボーナス来た。
花火ありがとう。ボーナスいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ。ちゃんまんのリスナーなんだ。いいね。なんかサラリーマンやってて一番いいのってさ、ゴールデンウィークとかさ、あと有給休暇と、あとボーナスだよね。これもう自営業には絶対起こり得ないことだから、これは正直羨ましいね。俺もボーナスっていうものもらった時びっくりしたもんね。え？給料以外にお金もらえるの？っていう。ボーナスは嬉しいよね。10万ぐらいもらったかな、一回勤めたところで。10万でもでかいと思ったもんね。え、なんで給料以外にお金くれるの？って思ったもん。あ、びっくりしたよね。羨ましいわ。まあ、年末お金かかるしね。荒野のことカナの話出たらいきなり金映え配信減らしましたよね。え、荒野のことカナの話出たらいきなり金映え、ごめんなさい、何言ってるか分かんないですね。どういうことっすか。うん、ちょっとよく分かんないですね。いやー、金梅さん可愛がってたからやっぱショックだと思うよ。カナが配信しだすって言い出したの、すごい勢いで止めてた。ほう、ほうほうほう。いや、わかんないけど、ボーナスないな。まあ、ない人もいるよ。でもアメリカのさ、企業とかってさ、訴えるとか訴えないとか。いや、俺ね、わかんない。人の枠あんま見ないからわかんないですね。マキシマイザーさん。わかんないっす。レンズ届いてないよ。ガセだったっぽいね。ガセっぽいね。今日ボーナスだって。っていうか、解放まだ来ねえのかよ。遅えよ。写真撮ってもらいたいって言われてんだよね。写真ね。天気いいのか今日。天気悪。天気悪。
ああ、中学校ね。経営者はボーナスない。あ、まあでも経営者は儲かってるでしょ。自営業者と経営者はね、お見合い写真？お見合い写真がよくわかんないけど。海宝ね。海宝きれいに撮ってって言われたけど、海宝がきれいじゃないからな。きれいじゃないものをきれいに撮ることなんかできないんだけど。天城府の支援金額、一休さんの投資。超難題だよね。超難題リクエストだよね。海宝かなり安だね。びっくりするぐらい安だ。何を取ってあげればいいんだろう。好き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 。何時行くんだあいつ。遅えね。機械ガセットは決まったわけじゃないけど、昨日買ってくれたのが届いてもう4日届いてないってことはガセでしょ。多分もうほぼ確定でしょう。だってニンニが買ってくれたライトの方が早く届いたんだよ。そんなことある？こっちの方が早く届いたってことはもう多分ないでしょう。アマゾン次の日には届くかんね、大体。多分50万のはガスだったよ。もう何かしら届いていいもん。いやいやいや、だから一昨日買ってくれたのがもう届いてんだよ。そう、7日だから、あ、6日だから、もう4日届いてないから、多分ないと思うよ。あ、サイバーマンデーでメモリーカード3000円で売ってたんだよな、64ギガ。いや、なんか多分ダメっぽいなって思ってる、今回。多分ダメっぽい。海宝どんな写真がいいんだろうな。なんかいいロケーションあるかな。いや、まあ嘘っていうかね。いや、まあ届いたら神回っていう感じだけど、届かないかな。ちょっと残念だけど。なんか諦めモードだね、俺は。クリスマスに届くか？ないだろう。身元割り出しとかできない。もともとそういう機能じゃないから。アマゾンとその購入者の関係だから。いや、だから、あれでしょ？なんか天城府の下りを誘導したリスナーさんが多分本人なんでしょう。このトラップを引っ掛けた。わかんないけど。あ、もうやだよ。悲しい気持ちになるからこの話やめよう。すげえ悲しい気持ちになる。しょうがないよ。まあ50万ポンって払ってくれる人なんかいるわけねえよな。そんな金持ちいねえだろう、いくらなんでも。いやいやいや、いないでしょ。俺ねえ、大手じゃないんだから。しょうがないよ。粛々とやろう。
景色のいいデッキみたいなところでワンピース着て撮るイメージ。景色のいいデッキか、どこにあんだそんなもん。あー西新宿のあの辺かな。まあいいや、解放来てから考えよう。いやいや気持ちだけでいいよ。貧乏は貧乏で仲間だから、うん、楽しもうぜ。何時ぐらいに来るんだろう。どんな衣装で来るのかね。何を撮ってもらいたいんだろうっていう、それがもうひたすら謎なんだよね。何を撮りたいんだっていうね。だからね、可愛く撮ってね、綺麗に撮ってねっていうの無茶ぶりだと思うから。はぁ、着くの10時？ふざけんなよ。LINE 来たわ。遅えよ、バカ。なんで着くの10時なんだよ。ふざけんなよ、ほんと。はぁ、俺、何、飯待つの？え？ 10 時だって到着。ふざけんじゃねえよ、ほんと。ふざけんなよ。いや、わかんない。なんかメイクとかでしょ、女の子だから。うん、10時に着くの、まあ、いっか。しょうがねえ。ギリケン女子だから。ギリケン女子。本当はバリショーババアなんだけど。あ、でも配信者はあのアーシャ持っといた方がいいっていうのは本当に思った。あのね、本当に芸能界の仕事とか来るようになってるから、あのアーシャがあるないで全然変わるよ。アーシャ、あの宣材写真ってやつね。やっぱね、あの宣材写真あると、あのちゃんと活動やってるんだってなるもん、本当に。やっぱ全然見た目違うよ。印象が変わる。あ、この人ちゃんと芸能界っていうか、そういうお仕事見据えてやってるんだなって。配信の時待ち受け写真？俺もだからプロに撮ってもらって全然違うわと思ったもん。全然違う。もう全然違うよ。見た目が違うのはね、大事なことよ。うん、そう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 、サムネとかね。どんなんで撮った方がいいんだろう。プロに撮ってもらって思ったけど、プロは違う。あの普通じゃない、やっぱり。あの うまさっていうのかな、技術が根本的に違うんだよね。写真は照明だよ、やっぱり。
桃襟さんは完全にアーシャ取った方がいいと思うよ。ていうか持ってるでしょ、あのクラスだったら。企業案件とかこなしてるレベルなんだから。あれは持ってないダメでしょ。で、あと客観的にいいと思うものがいいの。いろいろ取ってもらったんだけど、やっぱりね、そう、プロの判断でいいって思われるものがいいんだよ。そうね、自分だと自分がかっこいいと思っちゃうものを使っちゃうから、俺はその選んでもらったのプロこれなんだけど、これが多分アーシャに使えますよって言われたやつなんだけど、やっぱりちゃんとしてるなって思われるもんね。明らかにその、なんつうんだろう、普通に自分で撮った自撮りとさ、これが出てきたらさ、違うわけじゃん。大事だよ、やっぱこういうの。へえ、コンビニのコピー機に第一印象大事だよ。大事大事。やっぱ うまいっつうか、ちゃんとしてるもんね。すげえって思うもんね。やっぱ iPhone で撮った写真とは全然違う、プロが撮る写真は。どうしよっかな。どんな写真撮ってもらいたいんだろう。またさ、そのモデル本人が出したい雰囲気とカメラマンがいいと思うものって別なんだよ。で、結局本人がいいって思ってもらわないとダメだから。いや、結構勉強になるんだよね、そのこうしてああしてっていうの。そのよく言われてるのは、カメラはカメラのスキルよりも被写体との距離感っていうことなのね。要はその人が持ってる表情をいかに出させるかみたいなところがあるから、だから解放でも勉強になるんだよ、やっぱ。だから綺麗に撮ることは無理そう、それはうちの猫ちゃん可愛いでしょって、ワンちゃんみたいに撮ってくださいって言われてんのと一緒だから。いや無理だよ、解放を可愛く撮るのは無理いかに面白く撮るか、もう今日はそこにもう一点張りでいこうと思うよ。いや、そうなるとやっぱりフォトショップが作動しないといけなくなる。もうフォトショップ使いではないから、素材ありのままだから。おはよう。どうすっかな、マジで。てか時間がねえっつってんのに、なんで遅れてくんだよな。言い過ぎではないでしょ。だから美容師さんとか大変だと思うよ。どんな髪型になさいますかって、北川景子にしてくださいとか言うわけでしょ。画像加工しない派じゃなくて、ソフトを持ってないっていうだけだから、あの現像の段階であのホワイトバランス変えたりとか、あとトーンカーブ変えるぐらいしかできないんだよね。そう、加工しない派じゃなくて、やりたいんだけどできないっていう、ソフトを持ってないから。やりたいよ。ほらだから iPhone で撮ってもイケメンなわけじゃん、わかる？iPhone を iPhone で撮るだけでジュノンボーイ感が出てるでしょ。
だからモデルの実力なんだって、これは。モデルのイケメンでしょ、 iPhone で自撮りパシャーでこんだけ爽やかになるわけだからねえ、もっと言ってイケメンって。そう、これはカメラの技術じゃないから、うん、パシャって、うん、リツイートありがとう。これはだからその辺だよ、髪の毛切ったよパシャで、もう素敵かっこいいってなるわけだから。無理だよ。でも海宝プロに撮ってもらっていい写真あるんだけどな、これでよくないこれが完璧だと思うんだよなプロが撮った海宝、いやこれこれでいいじゃん。アーシャ海宝の良さ全部出てるじゃん、これだよね完全に。ウグイス谷デッドボール風めっちゃ面白いよね、すげえ面白いよこれ。やっぱプロってすげえって思ったもん。こうやってプロに撮られてたんだよ、すごくない？足太っ、うん、師匠に撮ってもらいたいんだ、まあ、頑張るけど。いやこの人結構すごいカメラマンなんだよ、結構海宝 女性だよ、ギリギリね、ギリギリ女男か女かっていうか、まあだからあのモンスターかどうかギリギリなところだから、トロルボーンとかそのジャンルだからねどうすか、マジで、いやマジでどうすっかのレベルだな。45度20度60度顎を引いてレンズ上見、あーまあまあそれは定番定番、うん、それは定番、この角度ね、こうね、うん、それはそうだよ。本人が持ってる綺麗な角度を探す作業なんだけど、ちょっと胃が痛いよね今日は本当に。俺開放の綺麗なところ探すってもう苦行だよ苦行、本当にどうしようマジで、本当にハードル高えぞ。あ、わかった、かっこいい系にしよう、わかった、もう捨てよ、美しく撮る可愛く撮るを捨てよ、決めた、かっこよく撮ろう。今日のテーマ解放を男前に撮るわ、そうしよう。無理、場所か、あとはうん、光で飛ばしたらだいたい綺麗に撮れませんか。あのね、ライトは重要ですよ、よく言うんだけど、ライトがどれくらい重要かを最近教わる、あの教えてくれって言われるんですけど、これくらい、これくらい変わります、うん、もうだからその光をどう作るのかっていうのがもう本当にあの写真は全てと言っても過言ではないですね。そうそう、ウグイス谷にデッドボールね、うん、だから光で飛ばすっていうよりも光で飛ばしたらダメなの。例えばアイラとかこうやってるのね、これこれってダメなの。そうじゃなくて光で飛ばすんじゃなくて光で陰影をつけるの、
こっち側とこっち側で陰影ついてるの分かる？かっこよく見えるでしょ。ほらほら、ここの鼻筋に対して光と影作ってんの分かる？女優ライトともまた別、そのね、光と影の陰影、彫りを深く見せるっていう、これでだいぶその違うの分かる、うん、そう。だから照明は技術なんだよ。だからそのこっちからパツパツに当てるとか、その、例えば後ろからこうパッて光らせると、そのホラー映画とかその犯人役とかのさ、シーンとか映えるの。こっからライト当てると、ここの輪郭際立つせるとか、わかるかな。象徴的なシーン、これよりもこっちの方がかっこいいでしょとか、そう、ライト上から降らせるとか、うん、これで全然印象変わるでしょ。真正面から当てるのと上から降らせるのと、これのミックス技なんだよ、うん、そう、うん、だからこういうことをやらないといけないんだよ。あ、だからみんなが見てるドラマとか映画とか全部ライトありきだよ、うん、ライトありき。いや、アイラのは正直白飛びって言って飛ばしてるの。だからこういうこと、真正面からバチッと当てるっていうことね。だからまあ、うん、ないわ、こういうことね。花火ありがとうって言ってるだけ。これで、これはかっこよくない。俺がアイラだったらツーライトでこっちとこっちからこう当てるかな。この方が絶対かっこいい、うん、もっと遠くかな、これくらい、これくらいで陰影つけた方がかっこいいね。おはようチャンメグ。そう、うん、あ、難しいんだよ。正面でバンでやると輪郭を飛ばすっていう作業の、これはあのプロのカメラマン絶対やらないよこんなの。ちょっと待ってね。USB が認識されない？なんだなんだなんだ、どうした？ちょっと待ってね、カメラが調子悪い。無効化して有効化。あれ？デバイスが、なんだこれ。いや、あのね、顔の凹凸をなくしてもダメなんだよ。ついた？ついた。その、難しいんだよな。難しいんだよ、本当に。でもまあ、なんかちゃんとやってる感は出てきてるでしょ、最近。ちょっと濃いな、ホワイトバランス。ちょっと待ってね。画面の絵作りっつうか。のっぺらぼうになっちゃうの。そう、そうじゃなくて光と影をどこまで作るのかっていうふうに考えた方がいいかもしれない。光と影をどこまで作るのかっていう、陰影だよね、陰影。だからまあ写真を iPhone で撮るんだったら陰影だね、完全に陰影。光と影、延長します、アイテムお願いします、延長台よろしくお願いします、うん、照明難しいね。むしろもう本当に何だろう、映画の醍醐味ぐらいに思った方がいいかもしれない。どういう風に光と影を作るのかっていう、うん、これでもねだいぶ計算して作ってるんだけどね。この絵作り結構かっこいいでしょ、部屋の中にしては。
ありがとう、いいね、ありがとう。難しいよ照明は。延長ありがとう、海の大勢ありがとう。何か1個を撮るのでも全然変わるからな。だから光遊びなんだよねカメラって。おはようりえちゃん、おはよう。でもこれ別に普通の部屋だからね、照明切ったらただの暗い普通のつまらない部屋でしょ。つまんないじゃん。あ、そこにどう光を当てるかで変わるんだよ。これだとさ、こっち側が被写体じゃなくて向こうが主役になっちゃうとか、こうやってやると完全に自分が主役になっちゃうんだけど、だからその照明の立て方でも全部変わるよね。こうやってやると幻想的な、幻想的っていうかなんかこう印象的なシーンにもなるし、宇宙っぽくなるね、こうやってやると、ね、真っ暗な部屋とかでこうやってやったらかっこいいよね。全然変わるでしょ、全然変わるよ。俺はその今やりたいのはそのバックライトっていうやつをやりたいんだけど、際立たせる、まあ後で作り込もうかなとか思ってて、これも影作ってんの分かるでしょ少し。いいね、ありがとう。バガーありがとう。カフェとかだから店舗系でこだわってるところやっぱ照明綺麗だよ。ディスプレイに照明少し当てるんだよね、柔らかく。強めのライトじゃなくて弱めのライトであったかくする。例えばこれも、ちょっと待ってね、こういうフィルターを買ってくるんだよ。フィルターで例えば向こうこっちがオレンジ色の光じゃん、これを赤く染めたいってなったら、これ赤いフィルターをこう、ほらすごい印象的になるでしょ。ほら向こうを赤くするとか、こうブルーを当てるとブルーになって、これすごいおしゃれでしょ、わかる、こういう世界なのよ。そう、黄色、同じ色黄色当てたらこうなるし、世界観変わるでしょ。もう いろんな色があるでしょ。でもこの一瞬の違いで違和感が出るわけ。これだと印象的になるでしょ。ブルーが有名なんだけど、背景をブルーにして人物の肌色を際立たせるって技があるの。これはハリウッドがやってる技。これね。際立つでしょ。ほら。人物が際立つの分かる？背景ブルーにすると。分かる？かっこいいでしょ。これアップでやると、こういう世界観になる。印象的でしょ。ブルーと黄色は定番。こういう勉強をしてる今、もちろんもちろん映画の勉強ですよ。これはハリウッドが開発した色だね。そうのサスペンスによく使われるから、俺の映画でもこういうシーンいっぱい出てくると思う。こっち側もブルー、背景ブルーにしてこっち側もブルーにする。そうすると人物が浮き立つ。だけどこれ普通に光当てたら普通でしょ。こういう遊び、いろんな方法がある。
面白いでしょ。逆に人物に当てることもできるんだよ、ブルーを。ほら、だからいつも言ってるけど、勉強家なんじゃなくて、自分が美しいと思う世界観をどれだけ作れるかなのよ。勉強家じゃなくて、その同じ世界に生きてるんだよ、みんながみんな。でつまらない景色を見てるわけじゃん。そこを自分が好きな世界に変えたいの。それができるのは映画なんだよ。俺が綺麗だな、美しいなって、こんな部屋に住みたいな、こういう世界で生きたいなってあるわけじゃん。それを作れるの。そう、一つライト、一つカメラ、一つ。そう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 、俺が理想とする世界っていうか、俺がその綺麗だなって思う世界を作りたいの。それを共有したいっていうか、ただそれだけよ。だからそのうん、安らぐ光にするのか、強い光にするのか、家に置く色合いとかも全部自分の世界なわけじゃん。それをさ、整えていくっていうか、いや金にはならないですよ、1円にもならないよ、でもなんかこう、なんだろう、あ、この絵作り和道っぽいなっていう風になったら俺は嬉しいよね。やっぱあれ、これ和道が作った映像じゃないっていう、そういう作家性、例えば赤を強調する色を作っていくとかさ、どっかの差し色で赤が入ってる、黒が際立つとか、そういう自分なりの技術っていうのかな。解放を美しく撮るのは無理だよ無理だよそれは、それは諦めよう。そうそうそう、金と関係ないよ、無理だよ。犬を猫に撮ってくれって言ってるぐらい無理だよ。いや、解放遅えな、勘弁してくれよ。まあだから、ココア様っていうあの配信者の子がいるんだけど、ココア様撮ったやつ見せようか。テイストは多分ね、あ、和道っぽいって結構引き出せたと思うんだけど、ココア様っていう一番最初にモデルさんやってくれた人で、で2人目が解放なんだけど、ココア様見たことある？みんな、ココア様、ココア様撮った時はこんな感じだったかな、こうブルーが印象的に撮れたし、これはあと一番気に入ってるのがこれかな、これはすごいかっこよく撮りたいと思って、これかっこよくない？これ結構なんかこうかっこよくてエロくていい感じに撮れたなっていう、結構まあ初めて撮ったにしたモデルさん、まあよく撮れたかなと思って。本当はねフォトショップとかで靴の裏のゴミとか撮ってあげたいんだけど、まあ、取って出してここまでできたらまあいいかなっていう、かっこいいよね。かっこいい、そうそう、かっこよさを出したかったんだよね、ココア様。本当はなんか童顔でこう
ロリータというかそっち系の顔なんだけど、まあ、そういうのはこっちで出したかな、歌舞伎町の方で、かっこよさ、この人はかっこよさ出した方がいいなと思って、かっこいい目に切り替えたんだよ途中から。工藤もかっこいいもんね。あと、まあカメラ上手くなる。ありがとう、花火ありがとう、リエちゃん花火ありがとう、ありがとうございます。あと、あの男の人が、そのまあ俺もこの前指摘されたんだけど、カメラを持つ人の目線って意外とプロでも気にしてないって。俺が普通に立ってこうやってやったらさ、身長170センチの目線になるの分かる。だから女の子って上から撮ると、背の高い人が撮ると普通に構えて足が短くなるんだよ。わかる？理論上上から斜めに撮ると足が短くなる。で、女の子って、日本人の女の子って足が長いわけじゃないから、下から撮ってあげる。三脚を低く構えて。そうなるだけで足が少し長く見えるとか。要は上から撮るのか下から撮るのかでも、その人が持ってる足の長さが変わっちゃうの。で、あの、下から撮るっていうことは顔が小さくなるわけよ。で、上から撮ったら顔が近いわけだから顔がでかくなるとか。だからその辺まで気を使わないとやっぱカメラマンにはなれないよね。ただ撮るんじゃなくて、その子が持ってる魅力を作り変えてあげることができるわけだから。あね、あの俺は解放はね、今回テーマ決まってんの。さっきみたいに冗談でそんな可愛く撮れねえよって言ってるのは冗談で、まあ、解放が意図するかどうかは分かんないけど、俺は今回のテーマは決まってる。要は、あの、解放は、あの、顔的には、その、鼻はあるから、そこをかっこよく撮ろうと思って。綺麗とか可愛いとかじゃなくて、その、なんだろう、こう、えって、その、見てる人に印象的な、こう、かっこいいっていう写真を撮ろうと思ってて。まあ、でもちょっとハードル高いよな。解放は多分、可愛く綺麗に撮ってもらいたいはずだから、そこは被写体との、やっぱ距離感。その、そうじゃないっていうことを。てか、解放遅えな。そうじゃないっていうのも失礼だけど。あ、全然全然。あの、写真の依頼全然受け付けますよ。はい。一応、まあ、言ってるのが、まず、西新宿5丁目っていう、俺の最寄り駅に来てもらうことと、まあ、都内新宿近辺に来てもくれることと、一応アーティストと表現者の方は無料で撮るって言ってんのね。配信者やってたり、まあアイドル活動やってたり、なんかコスプレイヤーやってたり、そういう活動してるのはタダで撮ってあげるけど、まあ、素人の人に綺麗に撮ってほしいって言うんだったら全然格安でやりますよ。格安でやります。まあどういう風に使うのかだよね。でもまあ記念になると思うよ。いいカメラで撮ると。そうそう、彼女なりの。スタジオアリスで撮る配信者もいる？もういや、いいと思うよ。ただ、やっぱりアートと商業的にやってる人は全然根本的に技術が違う。あの、要はアーティスティックにやるか、商業的にやるのかって、やっぱアーティストに撮ってもらった方がいいと思う。ああ、関西は無理だな。関西は無理。全然ね、東京来た時に記念に一枚撮ってほしいっていうのは全然撮ってあげるけど。でも、これは俺がそういう作り方なんだけど、俺完全にカメラマンの人とかからもう完全なアーティストタイプって言われてんの。クリエイタータイプじゃないって。要は1枚撮るのに1時間かけるタイプなのよ。本当に。で、なんつうんだろう。そういうタイプだから、遠い遠い。本当にね、大変。要は俺がこだわるんだよ、すごい。ダメなところが。
すごい、そこが自分が納得するまでシャッター切れないタイプだから。だからクリエイターとアーティストよくごっちゃに、芸術とかやってないと分かんないかもしれないけど、クリエイターとアーティストって全く別なのよ。もう完全なアーティストタイプ。っていうか、まあアーティストって言いたいだけ、うん、今のトークは俺はアーティストなんだっていうくだり、ただそれだけ。マウンティング、うん、別に誰も俺のことアーティストなんて言ってない、本当は。妄想俺の妄想、そうであったらいいなっていう話。でもね、やっぱね、作家性って出るんだよ。アルファさんっていう先輩がいるんだけど、その人が撮るとこうなるのよ。全然その色合いが俺が撮る写真と違うでしょ。わかる？その、なんていうのかな、色味の使い方とかね、やっぱ写真撮る人によって全然違うのよ。俺が撮ると自分を撮るとこうなるんだよ。その、こういうタッチになるの。わかるかな？こういうタッチというか。だけど、やっぱね、アルファさんに撮るとね、撮ってもらうとね、アルファさんが撮ると、やっぱアルファさんの作家性になるんだよね。ここはね、カメラの面白いところだなと思うね。その光の使い方、カメラのそのフォーカスさせ方とかね、全然同じ機材でも全く変わるよ、うん、そう、俺は背景ぼかすから、やっぱり被写体浮かせるために。だカメラは面白い、本当に人によって全然変わる、全然変わる。全く同じモデル、全く同じ被写体、全く同じセット、全く同じ環境でも全然変わるから。で、うまい下手もあるのよ、やっぱり。怖いわ、顔怖いわ。もう変えなさいよ、いつまでそのネタ引っ張ってんだよ。変えなさいよ、コメント返しづらいでしょ。え、配信やめたんじゃなかったの？セゴロ出んの？確定なの？俺確定だけど、もうサインした？配信やめたんでしょ、達彦。配信者格闘技祭だけど大丈夫？捨て頃っていうのは格闘技だね。配信者の格闘技イベント20万アクセスあった、結構人気の格闘技イベントだね。やめてないの？達彦やめたって聞いたよ、リスナーみんな言ってたよ。やめてないんだ、デマか。原田さんに挑むの死ぬぞ、マジか。すげえ見応えあるじゃん、マジやりづらいじゃん。 KY じゃん、 KY。 それは配信はツイキャスであるし、実際チケット買ったら会えるよ、東京でやるから。イベント300人リアルで見れる、うん、俺の YouTube で捨て頃和道って検索したらいいよ、捨て頃和道って。そしたら俺が戦ってるの見れるから。解放家遠いよ、埼玉だもん。解放、解放遠い。お互い8オンス着用希望なので、今ベンジョさん、いや8オンス無理、結果から言うけど無理。なんでかっていうと、捨て頃、まあ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 、あんまこういうこと言ったらダメか。結論から言うと無理。うん。多分なんだけど、12オンスが限界。商業的な理由。8オンスは無理。うん。まあ大丈夫よ、リエさん。うん。
まあ、こう、格闘技のイベントがあるっていう、捨て頃っていうイベント。YouTube で捨て頃って検索するといっぱい出てくるよ。そうそう、YouTube チャンネル登録してね、みんなね。YouTube チャンネル登録しておかないと分かんないこといっぱい出てくるから。そう。りえちゃん、YouTube のチャンネル登録できる？これ YouTube チャンネル登録して。これ。ありがとう金太郎踊り隊さん、金太郎さん花火ありがとう、ありがとう。勝ったら100万円のやつだろうね。りえちゃんこれチャンネル登録しといて、うん、これこの URL ポチッと押したらいいから、プッて押したらチャンネル登録できるからやっておいて。ピッと押しといて、ピッ、そしたら俺の格闘技いっぱい出てくるよ。八音差怪我するよ。おはようラフィールさん、おはよう。解放遅えなマジで、腹減ったな。そうそう、準備するか。じゃあ仕方ねえな。解放の枠集合でもいい？解放の枠集合でいい？外で取るか。100万ね、息子さんに、息子さんの養育費に充てられるからね。取りな。どうしようか。カメラ、三脚どこやったっけな。あれ、三脚、十時くらいになるって言われたね。あれどこだ、ねえな。完成するの映画、いや完成させるために動いてるの失礼だよあんた。じゃああんたが撮れよ。うるせえな。失礼だろあんた、いきなり来て映画撮れんの何様だよ。この質問が失礼だっつってんの。デリカシーないから分かんねえんだよ。
関係ねえだろあんたに。何の関係があんだよ。YouTube チャンネル登録してくれた、ありがとう。何の関係があんだよあんたに、俺の映画と。何の関係もねえだろ。ありがとう。まあちょっと芸術寄りになると思うよ俺も。はい、ワード2、ハゲダルマ先輩いらっしゃい。ありがとう花火、お花火ありがとう、ありがとう、いってらっしゃい、頑張ってね、ありがとうございます、ありがとう。うん、また来て、ありがとう、また来てね、エリエちゃん。解放遅えな。マジでどうなってんだよ、解放。遅えよ。マジで解放性、仕事だっつってんのによ。波紋だよ波紋、波紋にするぞ解放。せえなあ。そらさんいらっしゃい。10時だねもうね。昼から打ち合わせだよ俺。忙しいのによ。解放枠開いてないまだ。勘弁してくれよ。ドンケツなんだよ、ドンケツ。解放、解放電話すっか。もしもし。
しまだ今ね、駅着いた。これから歩いて向かう。あ、オッケーオッケー。じゃあこっち枠閉じるからそっち枠開いて、開放。あ、わかった。はいはい、オッケー。はーい、はーい。やっと着いた。あ、じゃあ開放の枠集合で。これちょっとカメラに専念するね、みんな。ありがとう、見に来てくれて。もし、また見に来てくれる人いたらフォローよろしくお願いします。開放の枠で撮影するんで。お疲れ様でーす。